こんにちは、 IT 隙間教室の渡辺咲です。今日はいつもの講義や過去問とは違って、質問箱や YouTube のコメントに多くいただいたご質問について回答していきます。本日の質問はこちらです。10進数を16進数に変換する計算の方法です。以前 N 進数変換の講義動画を上げた時に、10進数から N 進数に計算する方法はお話をしていたのですが、16進数の数値感覚は少しテクニックがいることから分からなかったという方も多かったのかなと思います。それでは早速、前回の動画でも10進数である150を16進数に変換するといったところをやっていたので、実際に変換をしてみましょう。すだれ算を使って解いてあげましょう。150を16ですだれ算をしてあげます。ちなみに不安なので、別でちゃんと筆算をしながら解いてあげましょう。すると答えは9余り6となったので、10進数でいう150は16進数でいうと96であることが分かりました。ここまでは16進数特有の難しさはありませんね。それでは続いて、10進数の155を16進数に直していきましょう。155を16ですだれ算してあげると、計算をして9余り11であることが分かりました。それではこの答えは911になるのかというと違いますね。16進数の表記を改めて整理していくと、10進数で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 これが16進数になるとどうなるかというと、10より大きい数はアルファベットに置き換わるため A、B、C、D、E、F と書くことができました。なのでこの表に照らし合わせてみると、余り11の部分は16進数では B と表現されることがわかりますね。つまり10進数でいうところの155は16進数でいうと 9B となることがわかりました。念のため最後に、10進数でいうところの22222をもう少し長くなるすだれ算で解いてみましょう。筆算で計算する部分は省略しますね。22222を16ですだれ算をすると、1388余り14、さらに16ですだれ算をすると86余り12、86を16ですだれ算すると5余り6となることがわかりました。このままでは16進数なのに大変な桁になってしまうので、先ほどと同様に10よりも大きい数字は16進数の表現に直してあげましょう。この場合は12が該当するので、12は C と表現できます。そして14は E となることがわかりますね。つまり10進数でいうところの22222は16進数では56CE で表現できることがわかりました。というわけで、今日の回はとっても短いのですが以上です。今はコロナの影響で、私も会社は出社禁止になっていて、フルリモートでお仕事をしています。通勤時間がなくなったことで、比較的 YouTube にも時間を取りやすい状況にはなっています。これからサクッと撮影できるご質問には IT 隙間教室のチャンネルでもお返事ができたらなと考えています。それでは次の隙間教室でお会いしましょう。いってらっしゃい。